ここは世界遺産として指定されました五箇山の中の菅沼地区という円章作りの中心的な役割を果たした合掌造りの家が残っている世界遺産です。ここにおいて五箇山円章鉄砲隊によります本物の火縄銃による鉄砲演武が間もなく開始されます。江戸時代曹洞学の書籍をこの地において算出しております。火薬の産業の地でもある世界遺産五箇山菅沼地区であります。まもなく鉄砲隊の演武が始まります。用います遊撃戦を再現いたします。ここ菅沼地区は戦国時代から江戸時代を通じて日本一の黒色火薬生産地でありますその主成分硝石を産出した地区であります。現在は世界遺産に指定されております。鉄砲隊火縄地区五箇山円章鉄砲隊参れ。手札を構えて一斉放て。信州真田鉄砲隊参れ。火をつけ。手札を構えて五箇山の円章鉄砲隊はこの地が日本最大の鉄砲火薬生産地であったことを象徴して発足いたしました。また凛々しい赤鎧の一団は真田幸村公長安の真田流砲術を報じる日本一の鉄砲隊と言われております。幸村公長氏の最も特徴的なものは少数の軍勢で大軍を打ち破る破壊の大筒の演武が壮観です。大筒隊参れ。これは大砲のような大きな口径を用います破壊の大筒です。このような大型の火縄銃を手で持って発射するのは我が日本の砲術のみの伝統です。火縄をつけ。火蓋つけ。構えて陣車です。放て。
象的な鉄砲です。信州五箇山鉄砲隊、あ、信州じゃないわ五箇山延焼鉄砲隊、まして枝分けを行います。鶴瓶市です。名付け鶴瓶市というのは巡車のことでございます。鶴竹構えて放せ。信州佐野の鉄砲隊前へ。北浜市攻め撃ちを行います。名をつけ日武け構えて放せ。現在発射しております鉄砲の火薬は黒色火薬といわれる火薬です。現在の鉄砲には使用されておりません。現在の鉄砲は無煙火薬という新しい化学製品のものです。しかし黒色火薬は現在大量に生産され大量に使用されております。避難銃で使用するのはほんのわずかです。あとは皆さんよくご存知の夜空に輝く花火、花火に使う火薬は現在黒色火薬を大量に使っております。特に戦国時代騎馬武者、馬の上で活躍する武将は小型の火縄銃を用いて演武いたしました。小型の火縄銃といいますのは このような火縄銃です。これは馬の上で扱いやすいように短くしてあります。重心の短い分だけ大変命中精度は悪うございます。命中精度の悪い分だけ馬という機動力を使いまして的中に突っ込んで発射する。ちょっと近くでしたら当たりますね。それは馬上術の強行で重心は大変短いんですが構造は長い鉄砲と一緒、威力も一緒です。命中精度が少し悪いだけでございます。火縄銃は火のついた火縄というのを持ちます。これですね、火がついた火縄。火縄銃隊前、大丈夫そうそうそうそれで火ですが馬上術隊ですね。火縄をつけー攻め撃ちで行いますので、火ぶたきです。よろしいですか？はい、構えて。攻め撃ちです。放て。ここは津田沼地区です。五箇山の中心的な場所でございます。資料館もたくさんございます。資料館にもやはり鉄砲火薬である書籍、書籍のことについて学ぶこともできます。今年で2回目この地で私たちは鉄砲演武を行っております。で時間をですねできるだけ伸ばして皆さんに楽しんでもらおうと思うんですが、何しろ火薬に限界がありまして、もうすでに最後の一斉射撃に移らんとしております。特に皆さん六門線の赤い甲冑の部隊の方はですね、真田幸村公が創始する真田流砲術を持って演武しておられます。真田幸村公は今から約400年ちょっと前に大阪城を守り通そうとして命を落とされた戦国時代最も有名な武将です。
また五箇山延焼鉄砲隊はこの延焼の地であります世界遺産五箇山の象徴として数年前から発足されて、特に美女ばかりがそろう女性鉄砲隊が目立つ立派な鉄砲隊であります。それでは五箇山延焼鉄砲隊、そして信州真田鉄砲隊によります最後の鶴瓶打ちの射撃を行いたいと思います。この地区は菅沼地区といいまして、五箇山でも中心的な合掌造りのある場所でもあります。世界遺産です。それでは五箇山延焼鉄砲隊、信州真田鉄砲隊、大阪城高山奥根鉄砲隊3隊によります最後の鶴瓶打ちを行います。なぜ皮膚たち構えて鶴瓶打ちです。放て。信州真田鉄砲隊、大阪城高山奥根鉄砲隊、礼。鉄砲隊はここに残りまして、皆様との記念写真に応じます。またそれぞれが鉄砲については詳しい人々ですので、いろいろご質問いただいても結構でございます。特に高山奥根はキリシタン大名として有名ですが、この地の加賀藩にですね15年もおられて、おそらく高山奥根はこの五箇山も何度か訪れたと思います。悲劇的なキリシタン大名高山奥根もこの地でまた有名な武将であります。それではどうぞ記念写真に応じていただきますので、用意をしてください。